はい、こんにちは、トオルと申します。転生王女と天才霊嬢の魔法革命第8話視聴しました。講演会から話続いて、ね、そっからのかなり突然の急展開、なかなか驚かされました。明かされたアルガルドの内心がやっぱり印象的な回だったかなと思います。個人的にはね、水面とかガラスとか鏡なんかにもね、映り込む霊にっていうね、その演出が興味深かったですね。そんなわけでアニメ視聴者視点で感想や考察、注目点などを共有してみたいと思いますので、よろしければお付き合いください。今回のストーリーは7話の講演会の後のパーティーと、そこに合わせて行われた霊2条の襲撃事件っていうところ、最終的にはこの2つが重なってアルガルトと対峙する流れになっていました。いや、話が続くとは思わなかったんで個人的にびっくりしましたし、そしてまあアル君、今まで出てこなかったところからの急展開、示唆はずっと1話からされていたんだけど、何を考えていたのかっていうところがですね、明かされる衝撃展開にはなってましたが、ね、ボリューム感すごかったですね。でですね、まあ伏線の回収としてはアルクの1話から書かれていたので、やや遅めだと思うんですね。3話とか4話ぐらいにやるのが旬なんだけどね、それをする前にアニス周りが書かれたので、やっぱりアルクの苦悩とか葛藤とかの裏側でアニスがどんな影響を与えていたんだろうって、考えるのが面白かったですね。まあ話の流れとしましては、唯一の後継者としてのアルガルドの苦悩パートですよ。アルガルド自身は次期王様としてですね、世界観の、まあ世界の格差に悩んでいてね、同時に自分の器、王としての器に悩んでいてっていうね、この2つの2点だと思うんです。でこれは多分王様になるものとしては当然の苦悩と葛藤になってくると思います。アルクに限らずね、元王様もそうだったと思うんですけど、ただ結果今回暴挙に出てしまったのはなぜなのかっていうと、これはやっぱりアニスが絡んでくるんだろうなと、このあたりを思いはかっていくのは明言されていないからこそ ねなかなかに楽しいかなと思いました。でまあその上で、はい、まあ霊にとか魔法省周りは後でね、ちょっとポイントごとに考えようと思うんですけど、この力を得ようとしたね、実際に魔石の力を得てしまった王子に対して、王位継承権を放棄した姉がですね、力が全てというならそれを叩きのめすという構造で立ち上がる、この構造はなかなかにね、痛快な形になってたと思います。今回の言い回しで自分が面白いなと思ったのが、その王子自身が魔法のことを呪いって定義したことですよね。この世界においては呪いって存在してるんですね。我々の世界で呪いっていう言葉を使う場合は基本的に呪いは存在していない、ものですので、しがらみみたいな意味で ね使われることが多いと思うんですけど、こっちの世界においては呪いが存在していて、それが2話前にティルティが説明していましたね。ここがいい味わいだなと思って、つまり、2話前にティルティが説明していたのは、まあ、そもそも呪いっていうのは薬だとか魔法だとかで治らないような現象を呪いと言っていて、でそれだけじゃなくて我々の世界における呪いね、まあ慣習的なもの、社会構造的なもので、どうしようもないような、不遇さみたいなものも呪いって言っていて、アニスもティルティも、貴族なのに魔法が使えない、魔法を使うと暴走してしまうっていうね、2人とも社会的な呪いを受けてると、いうような言い回しをしていて、アニスフィアがその定義を否定するって言って立ちはだかってる構造っていうのは、そのアル君に立ちはだかってるというよりは社会を変えるための道筋みたいにも見えてきてですね、よかったですね。この国にはびこる慣習的な呪いを倒すために立ちはだかってくれてる兄にも、なってるかなっていうふうに思います。はい、なんか国を変えるための道につながりそうでね、なんかいい言葉の使い方だなと思いましたが、皆さんいかがだったでしょうか。ティルティが今回あえて魔法を使って助けてくれたところも良かったし、さらにですね、これどちらが勝ってもうまくいかなさそうな感じっていうところもいいんですね。その魔石の力によって人を支配できるようになったアル君が、じゃあ国を見事に治めれるかっていうと絶対そんなことはないだろうし、じゃあアニスが、アル君を下してですね、王として君臨したとしてですね、うまく回していけるかっていうと、まあ今回の講演会の話を見てもですね、それはうまくいかなさそうなんですよ。結果ちょっとどういう落としどころを見つければいいのかなっていうところが見えなくて、非常に、まあ興味深いですね。どういうオチがつくのか、気にはなっています。あとアル君の裏側にアニスが見えるところですよね。つまり今回のアル君が言ってるのって、自分は王様になる運命、ただその器じゃない苦悩ってことで書かれていて、この差別に満ちた腐ってる国、かつて変えようとしたんだけど、変えられない魔法っていうものが絶対すぎると、
魔法が全てだって言いながら、この魔法が全ての世界を変えたいと思ってるアル君であって、王として世界を変えたいと思ってる。でも自分にはそこまで大きな才覚はないと、努力しても努力した分しか成長できない。これは当たり前なんだけど、そのことが大きくね、プレッシャーになっていたのは、比較する対象であるアニスっていう存在がいたわけですよ。やっぱり視聴者としてはアル君に完全には共感できないんですよね。視野がすごく狭いことまで書かれているから、でこれアル君の言ってること、実は若干逆で、そもそもアニスっていう姉がいなければアル君には問題意識すらなかった可能性があるわけですよ。そもそも差別に満ちた国だって、なんでアル君は王様なのに実感できたんだろうっていうふうに思うと、これ多分アニスのことを受け入れられない人たちに苛立ちを感じていたんじゃないかなと、僕は思いましたね。なんか馬車の中からですね、外を見てるだけで、別に何か実質的な動きをしたわけじゃないんですよ、アル君っていうのは。じゃあなんでこんなに目に留まってしまうのかっていうと、それは1話で書かれていたようなですね、アニスのことを受け入れられない、非常に才覚があってね、優秀であるアニスのことを受け入れられない、貴族としてのですね、格差差別みたいなものがですね、ずっと幼い頃からあって、姉が受け入れられない社会に対する苛立ちっていうものが今回つながってきてしまったのをすると、本当にね、アイデンティティの根源にアニスがいるように見えるんですよね。いや、僕のその深み部分はあると思うんですけど、皆さんね、感想もまた教えていただければと思います。そうですね、僕はもうアル君がこんなんで勝てるとは思うんですよ。視野が狭すぎるしね、どちらかというとアニスフィアがその持ってるこの剣の切れ味を考えると、アル君が死んでしまうんじゃないかっていうところまで心配してしまってますが、どうでしょうか。そのわけで、ここからはちょっとね、注目ポイントをね、中心に語ってみたいと思います。この作品本当に、王家周り貴族周りとかについては中心としては余白部分が多いんで、あれこれ考えるのがね、楽しいですね。まずは魔法省の企みについて見ていきましょう。やっぱり魔法省的にはアニスのことをね、潰したいと思っていて、既得権益側ですから、独占を、崩壊させるような勢力っていうのは看過できないと、保守的な動きとしてね、一貫していたと思いますし、真正面から潰そうと考えとったんやけど、ユフィリアに邪魔されてしまったことによってですね、二の矢的な意味もあるでしょうし、アル君の行動をね、事前に、部分的に教えてもらっていたのもあると思います。アニスフィア側に不祥事をでっち上げて貶めようと考えていたようです。このまま行ってしまうと本当に、魔学が魔法省の権限をね、奪ってしまう流れになりかねませんから。ともあれですね、小物なんですよ、これ彼らっていうのは小物のように見えるんですよ。ここが点々らしさなのかなっていうふうには思われます。分かりやすくその立ちはだかったものとしては、やっつける側の爽快感はかなり少ないんですよね。これって本当にアニスのことを侮っちゃってるんですね。アル君からの情報が歪められていた可能性は多分あると思うんですけど、でも曲がりなりにもドラゴンを倒したような相手をですね、あっさりとこう口車で丸め込めるとは思えないわけですよ。しかも兵を差し向けたりで、最終的にはカッとなってしまったのがあるかもしれませんけど、魔法を放っちゃってるんで、これは伯爵ともども結構まずいことになるんじゃないかなというふうには思われます。たとえ王子の後ろ盾みたいなものがあるにしろですね、これはかなり厳しい形になっていて、じゃあこれその立ちはだかる悪者としてはですね、1話からの振りがあった悪者としてはあまりにもあっけなさすぎるというかですね、浅はかに見えるんだけど、これこそが多分その今回アル君が苛立っていた貴族としての特権意識なのかなというふうには思われました。つまり彼らが無能であるわけではなくて、優秀であっても立場的にアニスの実力を認められない、逆に立場があるからこそなおさら認められない部分なのかなというふうに思うと、絵的にはすごく小物っぽくも見えるんだけど、でもアニスたちが立ちはだからなきゃいけないもののね、厄介さも表してるんじゃないかと思いました。彼らを倒したとしてもそれは根本的な解決にはならないという部分なんじゃないかなと、そんな印象ですね。続きましてはレニ城とね、アルガルドの動線ですね。これは本当に推察するしかないですね、現状においては、ですけど、自分はね、1話の段階からアル君はある程度のことをね、事情を把握してたのかなというふうには思いました。彼自身が力を求めていたから、アニスが金賞をね、持ち出す前からその情報をね、仕入れていた可能性もありますし、逆にアル君を利用しようとしていた人物が裏にいる可能性も
まだ消えてはいませんので、ね、このあたりはですね矛盾はしないかと思います、つまり、まあ、今回レイニ城に対して残念だって言っていたので、とすると彼は最初レイニ城の魅力を使ってね、2人で世界を変えていけるんじゃないかと企んでいたのかなというふうには見ました。でその上で1話に戻ってくると、ユフィリアが邪魔になってくるんですよ。それは婚約者としても邪魔だし、今回アル君が言っていたようにユフィリアって個人的な心情を超えて王族としての振る舞いを徹底できる人物だったわけですよね、だっておそらく魅了の影響を受けていたはずやのに、レイニ城に苦言を呈することができたわけですから。で、だからこそ邪魔になると把握して、まあ、排除しにかなってかかったと。で、それなのに優秀すぎる姉というかですね、拾ってきちゃう姉がですねユフィリアのこともレイニ城のこともですね回収されて取り込んじゃったわけですよね。そういう風にとるともうしょうがないからレイニ城の中にある魔石魅了の力だけを取り込んで、孤独な王様になろうとした動線はすごく個人的にはしっくりきましたが、皆さん見立てどうでしょうね。また教えていただければと思います。その上でじゃあアル君に道筋作ってくれるの誰かっていうと、これはねアニスだけではできないと思うんですよ ね。そんなわけで自分はレイニ城に期待をしています。なんだかんだで今回ね表現として演出としてねレイニがまあ何かに映し出されている自分を見つめるっていう表現めちゃくちゃ多いんですよね。で、まあ、馬車から外を見るっていうのはこれはその過去の自分をね、投影しながらね、外の貴族と、まあ、平民との格差を見ている描写にもなってますし、逆にですね、アルアルトとのね、まあ、過去をですね思い返す、髪飾りを思い返す描写っていうのは今回、まあ、レイニをね殺害することになった、ね、まだ殺されてはいませんけどね、殺害しかけているしつつある、アルガルトのところで髪飾りが落ちていくところにもつながってくるんだけど、まあ要所要所でね本当に映し出されてる自分っていうのをねよくよく書かれてるんですよ。レニっていうのはね、今回すごく演出として筋が通っていて、まあよちよちで、まあ、過去の自分とかですね未来の自分とかを、思いながら見ているんですよね、アルガルトって馬車の中から外を見てですね、平民と貴族の格差をね、実感してるんだけど、それは地に足ついた格差を本当に実感できてるとは僕は言えないと思うんですね、やっぱりそのアニスが迫害されていた世界っていうところを重ねて見ていたのかなと。それに対してレイニは本当にその平民と貴族のね格差をですね実感できる立場にいるわけですから、これはやっぱり自分は2人が手を取る展開、期待していきたいなと思いますし、特にねなんていうか作品としてまだアル君がアニスより優れてる部分っていうのね見えないんですよね僕は。でそれはレイニだったら見つけられるかもしれないなというふうに思われています。まあちょっと現状レイニ死にかけていますので、まあこの次回で、ね、レイニが何かこうねその道筋を示してくれるようには見えないんだけど、後々のことを考えるなら彼に寄り添う立場としてはアニスではなくレイニなんじゃないかなと思ってますし、彼女はその魅了っていうものをね、特殊な環境がありながらもですね魅了に飲み込まれなかった人たちを見てるわけですよ。それはもう天才であるユフィリアもそうやし、特殊な事情があるイリアもそうやしね、アニスももちろんそうだと思うんですけど、でもじゃあ魅了に飲み込まれなかった人物の中にやっぱりそれはアルガルトのことも見てるはずなので、ちょっとそのレイニ城頑張れというかですね、期待したいなというふうには思ってます。今まであまり書かれてなかったんですけど、魔法を中心としてねキャラクターたちの優秀さが今回書かれてましたよね。イリアもなんか魔法の矢みたいなものを使ってね、撃っていました。実際にその魔法の杖みたいなものなくてもねここまでその遠距離から攻撃できるっていうのは優秀じゃないかなと思われますし、それをちゃんといなしていたアル君もね優秀だと思うんですよ。まあ不意打ち的ではあるんですけど、もちろんその規格外の姉と比べていたところがあるとは思います。まあ姉は姉で今回ね、まあ、見事な一本背負いを決めていたので、まあ、転生前はもしかしたらもう一本ね、決めたかったんだけど泣く泣く柔道をやめたね、そんな女子高生だった過去があったのかもしれませんが、そんな感じで結構キャラクターたちの優秀さとですね魔法を使ってる描写が書かれたのは面白かったですね。一番印象的だったのはティルティでしょうか。彼女って全然前回ぐらいに魔法を使うとバランスが崩れて精神に異常をきたすと、言われていましたけど、魔法を今回使っていて、まあ、混合魔法複合魔法的なものを使っていて、アニスにまあここは任せて先に行けをやってくれたんですけど、ただアニス自身はこれをピンときてなかったところもちょっと面白かったと思われますが、ね、ここでまああえて
自分が魔法を使って立ちはだかってくれたティルティっていうのをね、いろいろまあ感慨深いものがあったと思いますし、彼女の内心をあれこれね、想像するのも楽しいと思いました。もう一つの自分のね、好きだったポイントとしましては、今回ね、そのユフィリアが魔法を使って空を飛んだところをですね、魔法省の人たちの前で披露しちゃったんですよね、計らずしも。これはもう魔法省的には無視できないわけですよ。キテレツ王女が自分の発明品でなんか空を飛んでてあんなもん危ないっていうのはわかるんだけど、しっかりと魔法を使いこなせるユフィリアが杖として使えるね、剣を使ってめちゃくちゃ綺麗に空を飛んでいってしまったのをね、みんな目撃してしまってるので、ね、これはエアドラをね否定することができなくなる形とですね、シャルトルーズ伯爵たちにとっては非常に皮肉な形になったのかなっていうふうにと、面白かったです。やっぱりね、ユフィリアがめちゃくちゃ優秀であることがいい形で回ってきてるように見えますね。今回もなんか治癒魔法的なやつを使っていましたので、まあ、ただやっぱりそのイリアは治ったとしてもね、魔石っていうものがあることが自然であるっていう、ね、レイニーに関しては魔石を取り戻さないともしかしたら、命を救うことができないのかなというふうに考えるとですね、まあ、ちょっとそのアニスが何らかの道を、考える必要はあるんじゃないかと思われますね。はい、今回は点々の8話の感想や注目ポイントを共有させていただきましたが、ありがとうございました。結構皆さんのねコメントも鋭くて、本当に僕が今回言ってるようなことなんかを1話2話前にねすでに、推察されてる方なんかもね非常に多くて、楽しませてもらっています。まあ今週のね内容で言うなら、やっぱり自分は、アル君の見立てに関しては人によってね印象とか解釈分かれてくるんじゃないかと、思われますので、このあたりを教えていただければと思いますし、また演出面で言うならすごくたくさん映り込んでいた ねそんなね、レイリーの演出をね、どう撮ったかというね、どう見えたかなんかも教えていただければ嬉しいです。あの吸血鬼って鏡に映らないみたいなね、そういう見せ方がされてる、そういう言われがねあるんですけど、これをあえてね、映し込むことの意味なんかも考えるとね楽しくなると思います。はい、そんなわけでね、皆さんの感想を共有させてもらってですね、盛り上がっていければと思います。まあ、あの原作のファンの方のねコメントもお待ちしています。ただまあね、ネタバレにつながるようなね原作視点コメントなんかに関してはですね、まあ原作補足だとか、原作ネタバレ要素ありなどね、そういった表記と4行以上の改行をね、含めて、書き込んでいただけると嬉しいです。でやっぱりアニメファンと原作ファンが一緒にね、盛り上げていける作品じゃないかと思ってますし、結構そのアニメ制作側としての演出としてね、気の利く表現なんかは本当にあのフラットに、双方アニメファン原作ファン一緒に楽しめる要素だと思いますので、このあたりご協力いただければと思います。ではでは今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。また次回ありましたらよろしくお願いします。遠山徹でした。